はい、どうも、木田原です。ということで、今回の動画ですね、9800万ダウンロードセレブの中に、上腕の鏡がね、復刻していましたので、今回は、上腕の鏡の使い方とか、上達する方法とかね、いろいろ、解説していきたいと思います。はい。で、まずね、この性能なんですけど、上腕の鏡はですね、ペアツムでして、2つのね、スキルを使うことができます。はい。で、上のね、必要粒数と鏡の必要粒数どちらも、18体で、スキルレベルが上がることに、消去範囲が増える、まあ、効果が、増すって感じでございます。はい。で、女王のねスキルを使うと、まあ、見たら分かるんですけど、女王が魔女に変わるのかな、おばあさんにで変わって、それを、繋ぐと、広範囲でもうまとめ消しみたいな感じになりますね。マレ系になる感じです。はい。で、あとね、チェーンもね、ちょっとね、伸びまして、ちょっと離れていても、つなげれるようになります。はい。離れすぎると無理なんですけど。はい。なので、ロングチェーンで、後半に消去で、全消しもできるぐらい、強い、スキルになってます。で、鏡がですね、重ね掛けできるんですけど、重ね掛けしない場合で使うと、まあ、ペアツモなんでね、5、4使うと、まあ、4種類か。なるんですけど、4種類のうち1種類を、消すっていう形になります。はい。で、スキル中に火星掛けをすると、この老婆を、確定で消して、で老婆の周りがね、広範囲消去という形です。はい。で、このツムですね、スキル中に、老婆を消していくと、そのリンゴのゲージが増えていくんですよ。で、ゲージが溜まると女王のスキルが終わった後に、リンゴが出現して、中央消去をしてくれるって形になります。はい。で、まあ、スキルがね、いろいろ、まあ、多彩なんですけど、うまく使っていくとスキル1でもね、万枚ぐらい、取れる性になってます。まあ、さすがにちょっとね、5、4のみでは難しいんですけど、まあ、延長を使って、万枚いけたよっていう動画がね、YouTube とか出てますので、ね、よかったらそちら見てください。私そんなに上手くないんですけど、はい。ただ私でも、私中級者並みの腕なんですけど、私でも、まあ、スキル6だったら、万枚そう難しくなく取れる感じになってます。はい。毎回ね、配信で使ってるんですけど、毎回の配信で1回は、絶対に万枚いけてるっていうね、計算でございます。はい。ただしちょっとね、こういう補正がありまして、スキル1から6までちょっと全然違うんですけど、ほとんどバラバラで、スキル1だとマイナス5で、スキル2と3だったらマイナス4で、スキル4と5だったらマイナス3で、スキル6だったらマイナス2っていう形になってますね。はい。で、まあね、先ほども、まあ、性能言ったんですけど、それにプラスマイナス補正で、はい、ちょっと厳しいんですけど、まあね、そのスキル上げていけば、補正が緩くなっていって、はい。で、スキルマックス、まあ、もう大体に4ぐらいでね、まんまいってる人結構いるんでね、はい。もうね、ぜひね、母体行ってでもね、いいんでね、確保してください。めっちゃ強いんで。はい。で、使い方はですね、普通にもう女王のスキルで、老婆をもうガーッと消して、もう全消しっていう形でもいいんだけど、問題鏡の使い方ですよね。はい。鏡使うときは、もうフィーバーインするときとかも普通に、スキル、重ね書きなしで言ってくれていいんですけど、大体使う人で、これやめた方がいいかなって思うのが一つあって、女王の重ね掛け、スキル重ね掛けするときに、スキル3回、だからロングチェーン、スキル6だったら、まあ、これ多分効果時間は変わらないのかな。で、繋いで、で、3回大体みんな消してると思うんですよ。で、3回終わった後に、鏡のスキルを使って、まあ、天井あたりでバーって消してる人いるんだけど、正直やめた方がいいです。なんでかっていうと、あ、ちょっとこれ戻す、ちょっと時間があれなんで戻すんですけど、なんでかっていうと、間に合わないことがあって、だから、女王のスキル使って、老婆を3回消した後に押そうとした時に、押すタイミングで効果が切れて、重ね掛けなしの普通の鏡のスキルで使ってしまうとかもあったりするんですよね。なので私がね、使ってる時は、女王のスキルを使って、1回老婆を消した後に使う。もしくは2回目消した後に使うっていう風にします。そうすると確実に、鏡のね、重ね掛けのスキルがほぼ確実に使えるし、残った時間が、あれば、もう1回老婆繋げて、で3回消しプラス、鏡の
重ね掛けのスキルも使えるっていう形になってるんで、ここねちょっとね工夫すればもっとねいい感じにコイン稼ぎできるようになるんでね、はい、そういう感じになってますちょっと説明下手なんですけど、私はそういう風に使ってます。で私まだねスキルマックスで今でも、ただねまだ1万2000ぐらいしか稼げてないんで、最大でただね、そんな上手くないんですけどね、もしもねもっとねコイン稼ぎ上手くなりたいって方はね、ぜひ他に1万5000とか出してる方とかもいるんでね、よければそちらのね解説動画とか見てください。はい、という感じで、以上になります。このツームもう母体1体いればね全然いいんで、まだね持ってない方とか初心者の方、ぜひよろしければね、今のセレボ、3日4日ぐらいなんですけど、大体10パーぐらいの確率で引けるんでね、ぜひ引いてください。めっちゃ強いです。はい、ということで以上になります。よろしければねチャンネル登録と高評価お願いいたします。それじゃあバイバーイ。